はい、皆さんこんばんは、たまごチャンネルです。本日はですね、こちらですね、避妊手術の後に着るお服ということで、ちょっと開封したいと思います。はいはい、猫犬術後服アヒル柄となってますね。はい、こちらですね。あ、かわいいですね。タコ足みたいになってますね。アクアちゃんどう？おそらくですね、これを結んでいくんですね。あの背中部分でちょっと着てもらおうかなと思います。アクアちゃん来て。怖いタマさん。はい、では来てもらいます。はいはい、アクアちゃん来てもらいました。まあ本当に着るのは日曜日以降になるんですけど、あ、病院に預けるんだったかな。まあ金曜日、土曜日か、本当に着るのはですね、土曜日になるんですけど、一応今のうちに着てみてどんな具合かチェックしておかないと、当日に購入となると難しいんで着てもらいました。ちょっと結び目はちょっと適当なんですけど、そうですね、遊び指が入る部分もあってそんなにきつくなさそうですね。ただ足まで着る服は今まで着たことないので、ちょっと違和感を感じているみたいですね。どう、アクア、どう、あら珍しい、さすがのアクアもちょっと気持ち悪い。ちょっと可処分でどんな具合か確認したいと思います。どう、ちょっと普段と違いますね。若干動きが制限されてる感がありますね。まあそうですね、でもまあ傷口が開かないということで、少し動けない方がいいんですかね。まあその辺わからないんですけど、まあすごく嫌がってる感はないんでいいかな。と、赤ちゃん、いけそうですね。アヒルが可愛いな。まあ、今日雨なんで、ちょっともともとちょっと寝てたんですよ。結構、たまごさんと一緒に。というわけで今日はですね、アクアちゃんの術後の服をちょっと着てもらって、どんな感じかというところだったんですけど、良さそうなのでこれでいきたいと思います。はい、脱ぐよ。